なんか喋ろう思ってたことあるよ。何、ポプラの弁当？ポプラおの弁弁当当。か。うん。今食うてたな。そう。全然米入ってへんけ、お前、騙しやがっポプラの弁当がご飯爆量やっていて。う、そう、それ聞いて、お前。噂を聞きつけ。ドキドキしてたのに。うん。めっちゃ米普通やったんやけ。あれやな。おかずだけそうそう。売ってて。米とクリームとあったな。うん。ここで入れますわ、言って。で、レジ持ってたご飯入れてくれ、言っうん。て。応援してください、言って。ワクワクして待ってたのに。中国人ほんまに、ちょっと持ったんやけ、普通の。いや、だからあれ、昼間のおばちゃんやと爆量にしてくれるらしいよ。いほや、んうん。まに、今聞いてる人は、ポプラ弁当で画像を検索してくれ、今。すごいな、出てきた。夢のような弁当出てくるそから。ういう話聞いて俺はドキドキしていったのに。あれ、がっかりやな。がっかりやったな。うん。普通の飯やったな。サラリーマンが食う平均的な量の米やったら、あれ。前またでも、大食いキャラいぶり。キャラぶり。や、ぶってないよ。あれはでも確かに足らんかったよ。お前も見て。なんか横じでゃあ、おこっ前ちのら見朝て。食やんか。朝食ではないよ。一食にかけてるだけで。絶対量は確かに少ないよ。じゃあ、なんか、どうしてもおかわり、自うん。分とこしか行けへんそれは満足とかちゃうんやんけ。やん。安心感が欲しいの。なんか、この前もした気がする、こんな話。ああ、要するわに。かれへん。この話毎回すんねん。毎回儲けんの、これは。今回資料を持ってきた。あ、エレベーターや、そうや。何が？エレベーターでさ、うん。お今、家の、マンションの、オークションな。オークションちゃうね。マンション、ほんオまそのーク名のション。通り、マンオシークションって言うとけ、お前。わからへんねんから。ョン。うん、数万円の、うん。ション。ションね。うん。そうでしょ。で、エレベーターで家帰ってきてさ、うん。まあ俺、4階やから。うん。で、上がろうとするやん。うで、エレベーター待つやん。ん。で、待ってる時にさ、うん。他の人が、また玄関が来てさ、来た時にさ、絶対な、一緒にエレベーター待つの嫌やから、何？メールボックスっていうの？あれな。うん。そこで、なんかはがき聞くとこ。手紙のチェック。するふりすんの。うん。押すんねん。これ全員。嘘？待ったええやん。なんで嫌なの？ほんで、俺、なんでそんなんすんやろ、思っててんけど、俺がその逆の立場で、他の人がエレベーター待ってて、俺がバーン帰ってきて、あ、誰か待ってるってなったら、俺もしてまうね。なんでなん？待ったええやん。え？そういう国やねん。何以外待つでし日ょ？本って。待つよ、絶対。めんどくさいもん。え？待つでしょ？そんな迫らんやん、こう。ちょっと後ろ立てたやん、前のとこ。え、だからその中で一緒なのは気まずいみたいなのがさ、ああ、占領したいの？あんねん。やっぱり。別に構わんよ。乗るよ、一緒に。え？いや、だって、ほんまに、みんなすんねなんでな？ん。だって、いあれ、やらしいビルな、ここは。やらしいや、マンションじゃないやだって、ろ？ほんま多分、みんなそうやん。気を使ってよ、こ気を使ってっていうか、なんやろ、都会の人ってそうなんやって、多分。で、う。ここ、よう、なんか外人も要すんのおかるな。な、外人おる。うん、黒人、白人。ドア開けたったら、はーいって言って言ってた。ほんまに。もう住んでんねんけど、外人は、それせえ。あ、もう入ってくんね。うん。まあ、そらせやろ、だって。入るでしょ。いや、お前、絶対ここに、やっちゃうここかにほな。んま2ヶ月ぐらい住んだら絶対してるわ。メールボックス行っちゃう？うん。行くかね？乗気るもよ。してない。な。俺だってそれ用に、その確認するように、もう見たやつ、見たチラシ、置いてん。何のためにそんなことしてんの？アホちゃんけ。え？乗ったらええのなんに。やろな、なんかあるんやろな。回、何回なんかが、バレたくないバレたくないとかもあるんかな。別にええやろ。ほんで、ほんま、どうしても無理なタイミング。開いた瞬間とかに。うん。いや、でも、乗り込むしかないやろ、みたいな状況。ほんま、ビターのタイミングがあんねんけど。その時は一緒に乗るやん。で、まあ、俺一応何回ですかみたいな聞くんよ。あ、聞くの？うん。ええ。で、聞いた時に、自分と同じ会やった時あ、は、それちょっと嫌やな。うん。ちょっと気まずい俺な。は違う会を押すもんだ。やばい。その場合は、お前が、ほら、ドア開けるボタンを押して、端で待っといて、ちょっと、そいつが開けるまで。え、じゃあ何回ですかって言われて、俺4回ですな、おみた前いな。何回ですかって聞かんかったんや。ボタン押して、お前ずっと下がったんや。ほな、向いや、こうじがゃあ押ほす。んまにな、だから、ここ、なんやろ。
サラリーマンとかばっか、事務所とか入ってるから。事務所とかな。で、私服のやつが昼間に、うん、あの、何も言わんと思ってたら、うん、やっぱもう、あかんことやね。まあな。うん、やっぱりこの子、あかんことみたいになんねん。誰も思うだから、あの、愛想よく、うん、笑顔で何回でも。聞くのもあれやで、気持ち悪いで。いや、それはもうね、それ気持ち悪いって言うんやったら、そっちの向こうの。それはもうあれやん。だからもうボタン押して後ろ下がっといたらええん。エレベーターの中で。だそれさ、俺はもう知らんよ。いけるよ。いや、スーツ着ない。もう知らんよ。向こうはスーツで。わしはもうこういうやつやでって。え？で、これが、うちの会社のやり方みたいな感じでちょっとしてたええん。何の気持ちもてんねんか、お前は。だ俺は、だから常にあの、小説被ってんねんけど。ここでやってる時は。あ、こっちかぶけ。だからコンビニとか行くとき。着物着や、ほんなコンビニとか着物着ろや、ほんな明らかにおかしいから。着物着ろって、まずは。小説かぶるなら、お前。まず着物着て、ひげ生やし、犬飼えや、お前。なんで、ま、寝巻きでコンビニたらもう、浮きまくるから。まあ、場所がな。だから、あの、なんやろ、僕は、あの、小説家やから。で、うん、だから、うん、まあ、少ないで作業。小説家はな、この後すまんねん、仕事しているんだって、自分に言い聞かせ。自制心保って。うん。なると、戦われへんから。戦わんでええねん、もう着物着いな、お前。着物着たら一撃やろ。だし、着物着たら、なんで着物着なあかんねん。お前、伊坂先生着てるやろ、いつも、お前。じゃあ、小説家ではないねんで、俺は。いや、でも小説家に行くなと思うこと見せてんやろ、周りに。もやってる。なんでもええやろ、そんなもん。絶対あの、俺、お前な、夜中働いてるから。うん。うん、居酒屋で。うん。朝まで働くな。うん、そんなこと絶対、向こう分かれへんだ。うん、分かるわけないもん。完全にニートやだ。うん。ニートとは思わない。完全にニートの扱いされる。何しやろな、あの子中ぐらいけど。うん。いつも私服で。な、もう実は小説家なんですよ、みたいな。うん。それも分からへんで。いや、分からへん、分からへん。ハゲやし、お前。え？ハゲやん。ハゲてないの？ハゲやないか、お前。ハゲやし、なんかもう、服も小説家っぽくないし。だいぶ思わへんの。だ、そのギャップ。いや、だ、すみません。言わなあかんやろ、それは。うん。だ、聞かれたらもう、言う。何しゃべるんですか？あ、ちょっと、うん、あの、物書いてるんです。何書いてあるんですか？え？あ、まあまあまあ、なんかね、色出版社の。うん。はい。どこですか、はい、あ、まあまあまあ、いいじゃないですか。あ、でも逃げるんだ。まあまあ。でも、あ、向こうはもう、あ、この人、フロスライターないんだ。フロスライターない人だとは思う。フロスライターやん。フロスライター。言われへんってことは。さては、フロスライター。フロスライターは、掛け足してるやん。確かに、いつも脱ぎやすいズボン履いてるし。あ、フロスライターやん。調整つかないわってなってるから。なるかんな。その面で、ハゲやし、無理よ。顔関係ないよ、小説家。ちょっとメール来てんの？え？あ、メール来てる。うん。